ジョン・シドニー・マケイン・ジュニアは、アメリカ海軍の軍人、海軍大将。同盟の父親、ジョン・ S ・マケイン・シニアも、海軍大将であり、同盟の息子のジョン・マケイン3世は、元海軍飛行士であり、アリゾナ州選出上院議員である。1911年、アイオワ州カウンシルブラフスで誕生。1931年に、アメリカ海軍兵学校を卒業した。1933年には、石油試掘者、アーチボルド・ライトの娘、ロベルタ・ライトとメキシコのバハカリフォルニア州、ティフアナで駆け落ちし、結婚した。第二次世界大戦中、マケイン・ジュニアは、潜水艦ガンネル艦長として、統治作戦に参加した。大西洋で活動した多くの、アメリカ潜水艦同様、ガンネルも友軍機によって誤って攻撃された。ガンネルが搭載した砲弁応援スレントシュラー製ディーゼルエンジンは頻繁に故障し、ある時など4機すべてが停止したため残りの 1800km を小型補助艇によって牽引されなければならなかった。ガンネルは修理のためドック入りし、北アフリカ沖の偵察任務はハッドが交代した。マケイン提督は1972年に退役し、余生を過ごす。1981年3月22日、大西洋上空を航行中のヨーロッパ行きの旅客機内にて、心筋梗塞のため死去した。3月27日にアーリントン国立墓地に葬られた。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦のジョン・ S ・マケインは、彼と彼の父親にちなんで命名された。ありがとうございます。